を行っていただきますメインさんです。大きな拍手をお送りください。こんばんは、メインです。よろしくお願いします。名古屋出身ということでとても嬉しく思っております。ありがとうございます。メインさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速ですが、はい、メインさん、今シーズンはドラゴンズの試合どれだけ観戦しましたか？6試合中5試合は生で見てます。めちゃめちゃドラゴンズ好きで、昨シーズンも初勝利の瞬間は生で見届けられましたし、今シーズンも初勝利の瞬間も見届けてます。なので今日も絶対勝てるという思いで今日ここに来ました。ということは今日ドラゴンズが勝てばシーズン初勝利とホーム初勝利を見届けることになりますね。そうですね、すごく楽しみです。さあ今日はこの後歌声で選手たちを後押ししていただきます。曲に込めた思いを教えていただけますか？はい、まずオールフォービクトリーなどたくさんドラゴンズのスローガンが散りばめられています。なのでドラゴンズ様がつないできた歴史というのを大切に感じながら私も歌わせていただきたいと思います。なんかこう一人でここに立っているだけでもすごく緊張と孤独とプレッシャーに負けそうです。そんな中、毎日戦ってくださっている選手の皆さんに最大のリスペクトを込めて、ファンの一人として愛を込めて歌わせていただきます。ありがとうございます。それでは歌っていただきましょう。メインさんで青の鼓動。ぜひ皆さん、うちわなど持って一緒に楽しみましょう。Road to be something, oh, for me, something.
青の子の列車、レイさんに今一度大きな拍手を送ってください。